フランスの内務大臣がここ数時間報道されているように飛行機のブラックボックスが見つかったことを発表しオーランド大統領が述べた見解も生存者がいる確率は非常に低いというものでした確かにそのことがただの懸念でないことは現場を見れば一目瞭然ですこの飛行機には150人が搭乗していました